どうもーと、ピスタチオです。よろしくお願いいたします。ピスタチオのエドスタトスロゴス。さあ始まりました。お願いします。どうも、お願いいたします。どうも、店舗さんに向かって。まず店舗さんに。あ、いいですね。まず店舗さんに。本日聞こえは平井店さんに。はい、お願いいたします。来ましたけど、皆様にお願いします。あ、皆様にもね、はい、お願いします。丁寧ですね。お願いします。あ、私にもありがとうございます。お願いします。丁寧でございますよ。お願いします。すいません。あ、もう全員に、ね、お願いいたします。ということで、ありがとうございます。はい、始まりました。はい、スタチオのエトスパトスロゴス、はい、シーズン4でございます。そうです。はい、ルールが変わりまして、はい、全12回のうち、レギュラービッグどちらでも、それぞれ33回ずつ当てようということでございます。はい、そして、毎回毎回ですね、ビッグ担当レギュラー担当というのが決められまして、はい、ビッグ担当になった場合はレギュラーを引いてもそれはカウントされないということです、はいはい、なるほど、はい、なんか嫌ですね。何、レギュラー担当はなんか小物みたいな感じで小物担当みたいな感じで嫌ですけどね。まあ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 、そんな感じですけど、はい、まあ、それぞれで毎回毎回変わるんで調子いいんじゃないでしょうか。よし、で今回はどっちがビッグ、どっちがレギュラーかってことですよね。そう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 、なるほど、決めないと。じゃあ多分さっきもやっぱ1回目やと思ったんですけど、うん、やっぱレギュラーの時にレギュラー当たって、うん、番組的に僕ら的に嬉しいんだけど、うん、収支的に嬉しくないっていう、その、そうね、レギュラーはね難しいのよ、やっぱレギュラーの時、うんうん、なんで、うん、今回は、うん、二重じゃんけんで決めましょうか。二重じゃんけん、二重じゃんけん知らないですか。知らないです。え、昔よくやってた僕らが二重じゃんけんぽーいぽい、どっちか引っ込めろです。俺それごめんなさい、はい、じゃんけんぽいぽい、どっち出すの、こっち出すの、それビームシワちゃんのやつでしょ。そう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 、じゃあ行きましょう。じゃんけん、じゃじゃんけんぽいぽいでいいですか。いや、二重じゃんけんで。いやどっちでもいいんだけど、二重じゃんけんでお願いします。二重じゃんけんで行きますか。行きましょう。わかりました。おじさんとおじさんの二重じゃんけん。オッケーオッケー。あんま声を張れないけど全力で。はい、さあ行きましょう、はい、せーの、二重じゃんけんぽいぽい、どっちか引っ込めろ。ちょっと分かんないな。いやいや、分かったじゃん。分かんないな、今分かってて、今チョキ出した結果負けた瞬間で分かんない気がした。今のおかしい、今の人の話聞いてた。こっち出した後にさ、分かんない分かんないで俺グーとこれで人の話聞いてた。今のスローモーション見てしてほしい。今完全にこうなった瞬間に分かんない分かんないって言って、分かんないもん。やば、今の分からん分からん。無駄な今のやり口。二重じゃんけんぽーいぽい、どっちか引っ込めろです。分かりました。それでね、これでもう一回納得いかないかね今。いやいや、完全に左のチョキと右のグーで、もう一回やろう。おじさんのじゃんけんみんな見たいんだよ。やばいよこれ、こんなとこ尺取ってらんないんだから。行こう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 。二重じゃんけんぽーいぽい、どっちか引っ込めろ。そりゃそうだよね。二重じゃんけんぽーいぽい、どっちか引っ込めろ。まあかわいい。もうあのずるいよ、あんた、あんたずるいよ。一回かわいい。マジでここは見てほしいわ。負けてから。かわいい。やば。もうって言った。じゃあもういいです。37歳。じゃあ僕が選んでいいですか。まあ、いいですよ。いや、ビッグでしょ。いやいや、ビッグやりたいですけど、まあ一応選びますね。はい、レギュラーで。なんで？じゃあなんで？なんで？なんなったの？だからさ、さっきのやつ意味ねえじゃん。でもこれ本当に結構重要だからね。重要だよ。ちなみにだけど、ちなみにどっち、本当に自分がこっち多く来そうっていうのを選んで、本当に本当のこと言う。重要だから。俺レギュラー。いいのね。マジで。じゃあ俺ビッグにします。うん。そうしましょう。わかりました。はい。それではね。何やったんだろうなマジで。2回、はい。行きましょう。行きましょうかね。はい、というわけで、はい、今回も頑張ります。行ってきます。さあ、行きましょう。行きましょう。もうお馴染みですよ。うん。もうお馴染みのいつものライヒーさん。結構混んでますね。今日アイムも人ついてますね。うん。あ、減ったんだ。ちょっと減ったんですね、ジャグラーがね。なるほど。どうです？気になる台あります？これなんか良さそうだけど。これにしようかな。合算122分の1なんで今のところまだ全然わかんないけど、いい、これビッグ寄ってるよ。そうなの。大丈夫ね。そうなのよ。6とかだったらあれだから、ね、イコールだからね。1対1だからね。121分の1。でしかも5だったら化けの方が先行するからね、確率では。一旦隣打とうかな、実さんの。来ないでほしいな。これはなんで。そう、これも気になってんの。あ、でも163分の1なんだ。これ113分の1だよ。
本当だ。しかも3対3。まあ全然わかんないけどまだね。うん、もうこれにします。一旦隣で行きます。やだな。すぐどくから。やだな。嬉しそうな顔しちゃってさ。やだな。嬉しそうな顔しちゃって。え？結局。さあ台決まりましたので。はい。打っていきましょうか。行きましょう。開いて。皆さんこれ知らない人はね、うん、教えておきたいんですけど、うん、結局ここでまあコイン買えるじゃないですか、はい、でここに入れて、うん、レバー回してボタンを押さないことには揃いませんからね、うん、絶対に。いやそうよ。え当然今更だけど。そうよ。だそれを怠っちゃダメよ。やんない絶対。こうやってやっても光んないから。当たり前よ、うん、怠る人いないよ。いない。ええ何その真剣な表情。大丈夫大丈夫。入れたら押さなきゃダメよ。こうまずそうよ。でこれを下ろさなきゃいけないでしょ、うん、いきますか、はい、せーの。でボタン押さなきゃダメなんです。ポンと離すんですよ。せーの、はい、でこれ光るかどうかっていうことですから。いや分かってます分かってます。どうしたシーズン4よ。大丈夫ですか。うんやってるよ長い間。ああ、うん、分かってるんだったらいいけど、なんか改めて言っとこうかなと。ああ説明してくれたのね。そう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 。ありがとうありがとう。心配しちゃうから。あら丁寧なオープニングだったのね。あ光った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 。光りました。光った。どこが光ったの。えどこが光ったの。カカちょっと様子おかしいな。え様子おかしい。大丈夫かい。大丈夫です。夫ギリ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 持ちこたえてる。何度か意識ある今。ギリギリ。うんギリギリである。ちょっと幸先悪すぎるんだけど大丈夫かい。だとしたら、うん、何してんの何してんの何してんの。え何何。いやいやいや何何してんの。え何してんの。人のお金堂々と盗もうとしてるじゃん。何で盗むなら盗んで、うん、違う違う堂々とではないし、うん、バレないように盗もうとしたらいやダメなのよ相方のお金をさ。だって実家金持ちだからいいじゃん。いやいやそういう問題じゃない。実家金持ちなんだから。ダメ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 。モラルいいじゃん。1万なんて1万取ったわけじゃないんだから1000円だって許してよ。今の小沢に1000円はでかいのよ。そんなことない仕事あるでしょ小沢さん。まああるよ仕事は。あるでしょ。おい早い。1000円また。1000円。何レギュラーだからね。レギュラーレギュラーだよね。でも心の中でどっちが欲しいですか。ビッグ当然。じゃあビッグにしろよ当然。最初から選ぶときによっしゃよっしゃじゃねえんだよ。悔しがれお前。もうセールしなくなっちゃうそれもう、ね、よっしゃいいスタート。よしいいスタート切りました。うん、何笑ってんの。いや小沢さんのボーナス終わった後のいいスタートはいじゃないのよね。何フォローが早すぎんのよね。何よいい加減にしちゃうよね。あれはあれで一回区切りとしていいスタートはいやりましたじゃないのよね、うん、編集点作ったの。はいもう仕事終わりですじゃないのよね。カットできるように一回後ろ向いたんでもう終わりですじゃないのよ。でも逆にこれバケ担当だったらはい終始はビッグで嬉しいじゃん。はい。でバケ引いても嬉しいじゃん。どう転んでも嬉しいじゃん。はい。この立場。はい。ビッグ担当バケ引いたらちょっと悔しいよやっぱり。いや俺は終始でやってるんで。いや違う。ダメダメ。終始でやってるんでじゃない。え？番組存続をかけてやって。まあ10年やるって俺は目標があるからね。いや言ってたから。そうよ。シーズンいくつまでいくのかなということは10年後何歳ですか。47歳。47ですね。私43じゃない。はい。まだ、ま、お兄さんではないわ。もうおじさんじゃん。おじさんよもうちゃんとねちゃんと、うん、さっき喫煙所でさタバコ吸ってたの。はい。こうしゃがみながらね、はい、立つとこにさこう勢いつけてこう立ったの。はい、はい。ここのスタッフさんがさもう
おじさんですねって言うと思ったの、はい、俺は。おい、はい、ちょっと、いい台しか巻きました、ほら110分の1です。え、あ、本当だ、あれ良さそうですよ、あれ良さそうだね、非常に。ちょっとビッグね、ビッグ、そうだよ、ビッグよ。おーおーい、オーマイガーだって、オーマイガー、あ、出た、オーマイガー、あれいいよ、あれ良さそう、あれいいね、あれ37でしょ、しかもバケに寄ってるから良さそう、マジで良さそう。5とか入ってるかも、5とか入ってるかもよ。ちょっとあれ行こうかな。ちょっとさっきの話の続きしていいですか。はい、こう勢いつけて立ち上がったのよ。はい、もうおじさんですねって言われるかと思ったらさ、はい、もうじじいですねって言われたの。はい、そんな言い方なくない、人に。もうじじいですよ、小沢さんは。33よ、ちゃんと。いやだから、うん、ダメよ、なんかもうその俺もそうなんだけどさ、うん、別におじさんなんだよ、うん、おじさんなんだけど、おいバケね、うわぁ、顔笑ってんじゃん、きしょきしょ、うわぁ、ビッグかぁ、きしょ。小沢さん、はい、リアクションが大きしょですいや違うの、言い訳させて、はい、まだ慣れてない、そのやっぱ一瞬ビッグだった瞬間に、はい、やったってなっちゃう。それはそうよだ、言ってるじゃん、まだ2回だから許して。だダメよ、まだ33なんだ、俺もそうだけど、うん、もうちょっと努力しないと。お、なんかもうおじさんでいいと思っちゃってるもん。え、もう、いや、その若作りしようってことじゃないよ、うん、もうおじさんだからいいやってなっちゃってるからダメよ、それは。いや全然そんなことないよ、現役バリバリよ。それはダメよ。小沢さん見たいよ、俺もまだ。何を？女子を抱きたくて恵比寿横丁に繰り出すところ見たいよ俺。ねえ、女子といたずらしたくて、うん、恵比寿横丁に、うん、とりあえず行くかって繰り出すところ見たいよ俺、小沢さんがね。行かしてくれよ、じゃあ小沢さんが。行かしてくれよ。諦めちゃって、もなんか実際見たことないでしょ。え、人から話聞いてるだけで見たことはない。俺の周り出さないんだよそれをただ後輩からは死ぬほど聞いてたからね。まあ調子乗ってるって小沢さんが。そうかい、すごいって言ってたもん。もうあれ調子の乗り方が。いやそれで言ったらやっぱ俺も見たいよ、伊実さんの。後輩引き連れてキャバクラ行って誰が一番かっこいいかって自分って言わせるっていう。いや、それあなたと、それあなたと一緒にやったやつね。伊実さん見たいですよ、やっぱ。それあなたと一緒にコーチでやったやつねやっぱ見たいよ、ね、伊実さんって言われて。いやそりゃそうよ、そりゃそうよ、だってこん中だもん。そりゃそうよ。じゃあ2位は、2位は、2位はって、もう1位の余裕があるがゆえに全部のランキング聞いてくっていう。でも逆によ、俺は別に小沢がいようが、うん、そういうこと言うけど、うん、小沢さん、俺がいるときはまあ俺なんて、俺なんてって感じにしといて、俺がいなくなって後輩引き連れた途端、うん、大回しするときかね、やっぱもう違う俺が大回しするのは小沢さん、そういうキャバクラとかじゃないから。コンパでしょ。コンパ聞いてるよ。コンパ、おい、バケ、バケ、バケでいい。次はマジで、マジでバケでいいな、うん、次はマジでバケ。よっしゃい、いい流れ。本当に本当にいいね、本当にいいね、本当にいい、本当にいいよね、本当にいいよ。その逐一チェックしなくていいから感情の115か、まだまだです。115ってもうほぼ300だからね。いや115です、全然115なんです。え、全然115です。115ってもうほぼ300で一緒だからな、うん、全然違います。そんなおじさん話出たけど、伊実さんって飲んでんの今、その家とかでは。飲んでないよ。え、本当よ、本当にしてないからね。あ、全然疑ってない。え、本当本当本当、そんな、まあ本当してないって。ないよね。いや別にしててもいいのよ。飲んでない。ほら光った光ったよ、ほらほら、ビッグだよ、ビッグだよ。おい嬉しそう、へへじゃない、ヒヒヒヒヒヒじゃない。
タンタラタン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 野球拳のリズムでタンタラタン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 タラタン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 野球拳の動きでタンタラタン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 ビッグを消化するタンタラタン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 野球拳のリズムでタンタラタン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 押してください。え、押して、野球拳のリズムでビッグを消化するおじさんです。まあおじさんですけど押せてないので消化できてないんですよ。押す気ないじゃん、もうこいつは押さないと。どっか行っちゃうじゃん、もうそれ。この場でランニングしてたら、おい立つな立つな立つな、おい押してください。こんなおじさん親戚にいたら鬱陶しいなやだなやだね。たまに半年に1回ぐらい会うおじさんで、いやだ、こんなつまんないボケばっかりしてくるのもったいない、うっとうしいな。いやだ、そんで自分で笑ってんでしょ俺面白いだろ、俺面白いだろ、昔俺芸人やってたんだよ。うわー、やだやだ、もうやめてやめて、やだ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 。実の父ならまだ諦めつくけど、親戚たまに会うのもちょっとやだけどな。でもお父さんが親戚の子供にそれやってんの見てんの嫌じゃない？嫌ね。そっちの方が嫌じゃない？うちの親父にそうだったもん。なんかうちの親父の実家鹿児島なんだけど、うん、鹿児島に帰った時とかに、まあ、向こうにいとことかさ、うんうんうん、親父の兄弟とかもいるからさ、うん、いとことかもいるわけよ、うんうん、で向こうのその兄弟の家族とかと、うん、なんか遊園地というかなんかそういうテーマパークみたいなところに行った時にさ、はい、輪投げがあってさ、うん、親父がさ、うん、そのいとこの子たちを笑わせようと思ったら何だか分かんないけど、今でも何個覚えてんだよ、うん、こっから投げてくださいっていう線あるじゃん、うん、だからそこをちょっとこうまたぎながら足だけ浮かして、これはいいのかこれはいいのかとかやりだして、うん、でそれはギリギリで大丈夫ですって、おそうかそうかとか言って、うん、なんか飛行機のポーズとかして、これはどうだとか言ってずーっとひたすらやりだして、マジで滑ってたっていうのちょっと思えもうさ全く一緒だよねマジですごいわ、 DNA だよちゃんと引き継いでる親父から、ちゃんと血引き継いでるね。引き継いでる、うん、多分ちょうど親父が37、今俺の年ぐらいの時だったと思う、あれは。うわーと考えると俺も絶対やるなと思って。絶対やるね絶対やるよ。やだね DNA って。やだね、ちゃんとそうなっちゃってるもんね。すごいね、ちゃんとそうなってる。浮かんだもん今この説明だけで。これもうちょっと面白い役でやるけどな。はい、やった。おー、ナイス。もう俺はビッグでいいんだもんね。そうよ、今1回だから。うん、取れば取るほどいいから。結局、はい、ナイス、いらっしゃい、ナイス。それで言うとうちの親父も保育園の俺がね、うん、運動会の時のなんかその父兄代表みたいなの挨拶で、うん、僕の父ちゃんが選ばれて、うん、舞台上上がって、うん、物言いの吉田サラダさんなんですよ、うちの親父。どういうこと？違うかみたいな。ああああ、壇上上がって3番予作、みたいな。やだやだ、違うかみたいな。それこそマジで、うわやだ。いやですよ、全演じ。しかもなんかお前の親父の顔ちゃんと知っちゃってるからより嫌なんだ、うん、あの親父がそれしたのかと思ったらちょっと嫌なんだけど。伊地さんちょっとうちの親父のこと丁寧な真面目な人、ね、真面目な人だと思ってるでしょ。違うから。そういうの嫌だな、親父の見たくない一面。だから俺はあれ見て絶対こういう親父にはならないでおこうって決めたからね。いや、逆にやってください、うん、そういうことあ、やんなきゃダメなの？逆に、うん、芸人っていう仕事選んだんだったらやってください。え？予作？小田さん珍しいのよ、だからうちの親父と、うん、うちの親父と小田さんの親父さんは、うん、芸人っていう仕事しないのにそういうことをやっちゃう人じゃん。やっちゃう人。お父さん逆なんですよ。え、芸人っていう仕事を選んでんのに、うん、一切そういうことやってくんないからね。そうなんです。科目お父さん
寡黙な人芸人やんないでください。寡黙な技巧派だと思ってるから俺。寡黙な人芸人やんないでください。やめてください。技巧派、シュールな、もっとやってください。そういうことセンスの人間だと思ってたんで。センスな人間、大喜利とか、大喜利とか一番下手だから苦手。小沢さんでも大喜利力なさったらもうそんなことないよ。こんなジャグラーは嫌だ。どんなの、こんなジャグラーの、ここのところに時限爆弾が仕掛けられていて、光った嬉しいはずなのに爆発して死んでしまう、こんなジャグラーは嫌だ。この角ちゃんが角田ヒロだ。泥仕合だね。いやいや、ちょっと勝ちです。ちょっと勝ってる小沢さん、ちょっと勝った。ウイナーです。あ、散々人に言ったけど、はいはい、私の勝ち。ちょっと小沢さん勝ちました。あ、よかったよかった。こんなジャグラーは嫌だ。どんな、あの、この女の子が夏木マリー。ちょっと待って、ちょっと待って何、ちょっと待って、え、ちょっと答えパクってるじゃん。何何何何、パクるのは良くない。冤罪だよそんなの。それはそんなヒロからの夏木マリーをちょっとパクってる。夏木マリーだじゃん。ちょっとこんなジャグラーは嫌だ。これはもう、えなりかずきだ。勝ちです。勝ちです。いやいや、私が勝ちです。これは遅すぎました、はい、ここついてから何回回したね。しかも4中3が人に例えるって一番もうやばいですよ。お父さん、ちょっと移動考えるよ。よし、角、はい、移動、はい、気になってた。なんかもうさっきの府中店が悪夢のように思えてさ。だからさ、1000円しか負けてないんだから。いやそうだけどさ、その気持ちってやっぱあるじゃん。それはあなたが調子乗ったからできないの。天狗になったから。2015年を忘れてないんだね。え、2015年天狗になったことをまだも忘れてないのか、うん、当たり前じゃん。伊地さんでもさっき言ってたよ、恵比寿横丁で飲んでる天狗の小沢を見たいって。いや見たいよ。俺には見せないからね絶対に家で晩酌しないってことはもうテキーラとか置いてないもん家に。あるなテキーラはある1本開けてないのが。あ、だからその当時のやっぱ伊地さんすごかったんで家にテキーラ置いてたんですよ。開けてないのがあるんですよ1本。その当時飲まなかったやつってこと。はい。あ、でも本当にあれですよ。何、本当に晩酌はしてないですよ家で。いや分かってんの、分かってんの。いやいや本当に皆さん、うん、なんか、うん、俺が晩酌してるみたいになんかその、うん、あ、光った、あ、光ったとかしてないですからね本当に。いや分かってんのよ、いいのよ別に。してないと思ってるしみんな、なんなら本当にしてないんですよ。パリピも嘘だと思ってるから。いや本当にしてないんだけどな。いや分かってんのよ。なんか疑われてそうだな。おっしゃビッグ、ゆとりゆとりゆとりのビッグ一回。ゆとぴー、ゆとぴー、はい、ワイン来た。はい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 よいしょ、はい、読売ヴェルディのマーク、東京ヴェルディのマーク。懐かしい、東京ヴェルディのマーク、緑の鳥みたいなやつだ。はい、ワシです。あ、ワシか。次、ハヤペカリのバケがいいですね。俺はもう次、1ペカリのビッグ。あ、最高です。その次も1ペカビッグ、うん、その次も1ペカビッグ、うん、で行きたいですいや、ごめんなさい、それみんなそうしたいです。エトスパトスロゴスでジャンジャンバリバリはやってない。まだ何回もあります。あれあったっけ。1200回ぐらいあります。それはないです。なんで1200回って言ったんですか。数字ボケて難しいよね。難しいよね小田さん、はい、地球が何者かによって侵略され滅亡しました、うん、その年は何年でしょう。3年終わってます。え、もう3年は今2022年で、
そのまま響きよ。だとしたらこれです、小沢さん。響きで。だとしたらこれです、意味が。まず、ハッてなっちゃった、その響きの前に。響きで、ね、これです、小沢さん。はい、はい、はい。はい、し。はい、静かに。はい、静かに。化けでいいよ。オーケー。伊地さん。はい。稲田物置のライバル会社稲田物置、何人乗っても大丈夫。99人。なんかいいな。ちゃんとしてる。ちゃんと。なんか悪くない感じがもやっとする。なんでよ。なんでよ。そういうもんでしょう。伊地さんのことだから2K とか言うと思ったの。はい、99です。ちょっと下っていう、ちょうど面白い感じの数字だな。ちょっと下です。じゃあもう小沢さん、はい、数字やめていいですか。はい、数字やめていいですか。いいよ、何でもありでいいですか。うん、小沢さん。何。動物好きで知られるムツゴロウさんですが、ムツゴロウさんが初めて飼ったペットとは、野口五郎。長いな。まず間がむちゃくちゃ長いって。小沢さん、野口五郎。小沢さん、人ですから。野口五郎、ムツゴロウ、野口五郎です。あ、そこでかけてるんですね。そうです。だから、手法はジョイマンさんと一緒。五郎つながりで、ムツゴロウ、ムツゴロウ、ムツゴロウ、野口五郎。なるほど、一緒ですよ。なるほどね。うん、これはやっちゃったな。伝次郎先生が唯一した失敗作はどんなの。東京タワーに登ってしまった。じゃじゃじゃ、東京タワーって言ってるし、タワーだしに登ってしまったことは別にいいことじゃん。ダメだよ、ダメだよ。よじ登ったんだよ、てっぺんによじ登ったんだよ。いや、その発明品をね、言ってほしかったのよね、伝次郎先生の。それは俺の好き勝手やらしいよ。いや、まあいいよ、それは俺の好き勝手でやる。そんないいよ、そこ言われんのは違うよ、絶対。まあいいよ、いいよ。じゃあいい。はい、どうぞ。サッカー界の生ける伝説、うん、リオネル・メッシが引退後に始めた仕事とは、うんうん、アルゼンチンで、ラブホケー。もっとあるはずだよ。しなくても大丈夫だよ、絶対。したかった、ね、ホテル系いいって言うけどね、うん、ラブホケーとか安定するって言うけど、安定志向だから、田舎に行けば行くほどね、うん、安定するって言うけど、うん、しなくていいと思うけどな。ごめん、ちょっと答え変えていい。答え変えていい。そんなのあり。答え変えそんなのあり。答え変える。じゃあいきますよ、はい、サッカー界の生ける伝説、うん、リオネル・メッシが引退後に始めた仕事とは。メシア。リオネル・メッシからのメシア。ラブホケーの良かったです。皆さん、だったらラブホケーがまだ全然良かったです。メッシだから、メッシのメシア。そういうの一番冷めるんだ、お父さん。しかもメシアってメッシだからって言われなくても分かりますし、メッシのメシア、小田さん、意味が伝わらなくて笑ってないんじゃなくて、はい、うん、意味分かった上で笑ってない、うん、そうなの。管理深くない。違います。違うの。ちゃんと分かった上でやってますから。あ、そうか。北京オリンピックから採用された冬季オリンピックの新競技とは。どんぐり転がし。なんかかかってるね。何が。どんぐり転がし。違う、これはもうだからダメよ、小沢さん。ってやったらもう、もういかにスピード大喜利ね。いかに早く言うかだから、これはスピード大喜利ね。これはもう、なるほどね。初めての大喜利合戦ですね。ただこれ見て思うだろうね。何。だからなんだろうなって。いや、やめろ。いろいろ含めて、やめろやめろ。いろいろ含めてピスタチオってだからなんだろうなって。だからなんだろうなは言うな。思うかもね。みんな言うなよ、見てる人は。何かは言う、その抽象的な表現はするなよ。だからって言うなよ。お笑い的に過去一番ストイック回になったんじゃない、今回が。まさかの。いや、俺はもう毎回こういうのやりたい。俺は。あ、そうなの。俺はもう毎回
毎回こういうのやっていきたいか俺は。あ、そうなの。ジャグラーの電飾ゴーゴーランプ以外のところが全光、何が起こる。燃える。なんマジで全然何って分からない。台以外は何。台のゴーゴーランプ以外のところが全部光 る, 何が起こる。すいません、すいません、すいません、すいません。何ですか。いや俺が聞いてなくてすいませんって言って。ああ全然全然。そんなに反省してくれると思わなかったもん。安倍元総理大臣が、うん、お笑い芸人に、うん、そのピン芸の名前とは。安倍ベマラソン選手の、うん、昔いた昔いたマラソン選手の安倍ベ、うん、安倍ベ安倍晋三さんがピン芸人になって、うん、安倍ベだったらめっちゃおもろいけど。いやもうピン芸人になった時点でもう優勝ですもん。何やっても笑います。何やってもズバリ今年の流行語大賞は近藤何ですか。そのスピード命って言ってたじゃん。何近藤さんってどこ引っ越しました？まで だから。いや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 遅すぎる。近藤さんってどこ引っ越しました？うん、まで言いたかったのに、うん、途中で。いや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 。そんなお前止めんのなしだよ。その人にうーんとねえの時間長いって言ってて、やっぱ近藤はやばいって。いやあるからギャグみたいな感じで。出てくんだってギャグみたいな。ちょっとじゃあやってもらっていいですか。ギャグ近藤さんち、うん、何でしたっけ。近藤さんって引っ越しましたっけ。これです。それをやってるのは誰。えやってるのは誰。近藤佐藤昔の、ね、アナウンサーだった近藤佐藤さん流行りました流行りました。確かに、はいはい。小田さん、はい、見てる人は、うん、だからだなって思う。ピスタチオ、揃いも揃ってだからだなです。あら、上手。いい句ができましたね。これ絶対いいけどな。お。でも確率がちょっと怖いですけどね、偏ってるから。でも最高206とかっすよ。でもな、40分だもんな、あと。これもいいっすよね。うん。いや。行かない。でもあの恥マジで良さそうだな。二人で角通行きます。その、やっぱ開いてんが、あそこの角に。行こうかな。行きますか、じゃあ。でも正直確率で言ったら小沢さんも全然いいよそれ。いやそういいのよ。なんで。いやせっかくですさ、やっぱ開いてんはさ。いいっすか。ああいいよ。でも小沢さん最近あれでしょ。はい。念願だった夫婦での仕事が増えてきてるから幸せでしょ。ありがたいですよ夫婦での仕事。夫婦で仕事したいって言ってたもんね。いやしたかったし、ちょくちょくね増えてきたから、はい、嬉しいですよやっぱり。それは最近俺と出るより奥さんと出る方が多いでしょだって小田さん。確かにそうかもしれない。いいじゃん。そうだね。恥ずかしくない。奥さんと出るのってどんな感じなの。あでも恥ずかしくないの。あそれはない全然。なんか奥さんが頑張ってくれてるから、うん、ありがたいなって思うけど。うちはその無理させてるようだったら本当に申し訳ないと思う。でもだってもともと表に出る人だから。まあね、そうだね、そうだね。だからうちはそういった意味ではフラットかもしれないまだ。でしょ、うん、別にあのバカはもともと出るやつだからいいだろ。なんてえなんてえなんて言ったの。聞き間違いかもしれないから。いやあの素敵な奥さんはそうだよね、もともと出る人だから大丈夫だろって言ったんだよバカ。バカっていうのは俺に言ってんのかい。え？バカっていうのは俺に言ってんのかい。どっちもタココラ。
え、なんすか。コラコラコラタココラコラ。なんですか。あたこたこコラコラタココラコラ。あたこたこコラ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 タココラ。コラタコタコタココララ。おい、お前が乗っかってくんじゃねえぞ。こっちのリズムに。バカって言ったところから始まってんだから。こっち発信のリズムに。おい。そうよ。で、おい、スイカ投資で。俺もで。おめえまだ2戦目だろ、こっち鳴らせんだわ。あら、あらら。ちょっと見てきます。あ、なるほど。何ですか。え、何ですか。何。小沢さんが打ってる、打ってた台に。おう、を見てるだけです、まだ。あ、びっくりした。ちょっとありそうだよ。ありそうだよ、小沢さんの台。正直言うと俺もそこ戻ろうかなと思ってたし。じゃあ戻んなよ。いや、いいよいいよ。いや戻んな。いや、いいです。お前みたいなもんは大丈夫です。お前みたいなもんは戻りな。てめえみてえなもんが座ったらいいよ。いや、いいよ。マジで。うちは打って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 戻っていいよ。なんで戻ってほしいの。じゃあじゃあじゃあ戻りたか、戻りたかったら戻んなってこと。まあ戻るか、戻るか。すいません、何回も。ちょっと僕の見て見て。うわ、座られた。座られた。すごい、すごいよ。すごいタイミング。すごいんだから。座られましたね。今日は一旦この辺にしときます。ダメだよ、何言ってんの。はい、ずっとうろうろしてるけど。何ですか。打ちなさいよ。戻るよ。じゃあそれか、それか伊地知さん、はい、平井店店舗紹介してきてもいいよ。一回俺がやった。 まだいいんですか、それやって。やっていいよ。小沢バージョン、伊地知バージョン。お財布からお金尽きてないのに。うん。お、惜しかった。よし、バケ。何回転。251。本当はビッグ欲しいでしょ、小沢。ビッグ欲しい。本当どっち欲しい。正直言っていいですか。はい、ビッグです。ふざけんな、ふざけんな。おー、ビッグ。よし、やばい、400回っちゃう。あ、400いく。あら、あと5分。あと6分。あと6分。このまんま終わるのか。このまんま。いや、そうね。442ですか、伊地知さん。はい、結構行きましたね。おお、光った。おい、頼む頼む、ラスト。オッケー。ノルマ達成、ノルマ達成。素晴らしい。なんとか。でも本田どっち欲しかった。ビッグ、いい加減しろ。さあ、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。実践終了でございます。お疲れ様でした。あら、もうしとやかに。お疲れ様でした。終わりましたね。はい、さあ、まあ、実践結果なんですけども、はい、本日私が、レギュラー担当ということで、はい、ギリギリもう最後の最後テカりまして、はい、平均の3回危なかった。危なかった。3回だったらも OK ですから、うん、だから今レギュラーが4だから7回、合計7回ですね。7回、OK、うん、本来6回のところ7回が1回プラスです。全然いいです、全然いいです。ビッグは私ですね、92。おい、はい、おい、さっき何を学んだ。92-89。わかりづれ。89わかりづれ。3です。3ですか。はい、平均取って、はい、取れました。1店舗目で5回だったから8です、8です。いいペースですよ。はい、そうです。8と7ですね。うん、行くね。行、はい、きますね、これは、うん、33回これはもう行きます。うん、余裕なんじゃないでしょうか。はい、よかったですね。うん、ただ収支は、私4戦投資でちょっと今トントンぐらいかな。はい、だからちょっと居残りです。なるほど。私は、うん、私は1万1000投資のギリギリゼロですね。いや、何がギリギリなんですか。ギリギリでゼロです。いやいやいや、全然ダメ、マイナスですよ。残り5分までは900枚ぐらいあったんですけど、そうなの。残り5分で一気に捨てたの。それは一気に900枚捨てた。一気に、行きました。あ、残念ということで。ゼロということで。まあでも、まあゲームのルール的にはね、
番組のルール的には言ってるので、はい、まあまあ次も期待しましょうよ、はい、はい、というわけでね、はい、この番組見てる方はチャンネル登録、コメント、そして高評価の方よろしくお願いいたします、はい、じゃあ最後にいいですか、何ですか小沢さんに、こんなパチンコ店は嫌だ、もう潰れている、小沢さん、はい、やめた方がいいかもしれないです、もう、 もうやめて、買います、買いた方がいいかもしれません、頑張ってください、もう潰れているパチンコ屋は嫌です、それ嫌ですね、はい、はい、ということで次回もお楽しみに、はい、というところで焦点を開き、また来週のお楽しみに、焦点じゃないよというわけでどうも焦点じゃない、勝手に焦点にしない方がいい、違うですね、うん、はい、こんなキャラも出てないんだから、というわけで本日は誠にありがとうございました、はい